毎度セイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やりましょう。では頂上決戦やります。煎茶ですね。さあ押しましたよ。ブースマールさん先生取りました。レオナ SR、 レオナクラウザー、テリーですね。さあ、LR かマキシマオズ、マキシマやな。何かな、向こうがそれ次第かな。レオナとかやめてね、サーティーンとかやめてね。レオナめっちゃ考えてる。やばい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 、水地おい終わってる、これ終わってる。キャラ来た。ロバート好きやのにこのキャラ終わってるわ。どうしよう、水地か。いやどうしようもないわ、無理や。負けを認めてボコられるしかないわ。一応マキシマ前にしようか。でまあテリーとか置いとこうかな。水地ね、一応クラウザースキル出てる。技、暴行ですね。あのあれあれ陣形入ってますね。マキシマゲージ溜まりそうなんで、溜まらんのか、これマジか、たまらんのかーい。これ倒すかな。クリティカル倒さない。このまま、あ、このまま来たで。これはチャンスか。このまま来るとチャンスやな。オズワルドあたりを倒せる可能性がある。ちょっと待ってよ、テリーか。そうやな、ここはロバート行くか。行くしかないよね、ロバート。で、ちょっとこれむずいな。でもロバートからかな、水地に飛ぶんか。どうなる。あーそうか、水地倒せる。バスタウルフ倒、なあ倒してないの。どう、おーっと、奇跡が起きた奇跡が起きた。水地復活させる前に倒した、必殺使う前に倒した。ただここね、いや奇跡は起きたんですけど、マキシマがやばいんよね。これオズ溜まってるんよゲージ、おそらく。いやスペード引いてないから溜まってないかな。オズが打ってこなかったら勝てる。ここでどう、あー来た、頼む。マキシマ頑張れ。マジで頑張れ。マキシマ次第。マキシマが生き残れば勝てる。どう、いやー、あかんのかー。もう、あかんのかー。そうなんよねー。クリティカル出た。さあ、マキシマの仇。どうなるか。一応、まあ、やれるとこまでやろう。水地いないからだいぶねチャンスなんやけど、このロバートっていうのがね、ほんまに LR ロバート、オズ前で、これもオズ倒せないよ、オズを倒せないよこれ。マキシマがの生き残ってたら倒せるんやけどな、ダメージある程度取れるんでね。ゼロね。めまいして、むしろめまいめまいめまい、よしよしよし、第一関門クリアで、こういこう。ほんでや、いやーこれオズ打ってくるわ、打ってくるわねえ。そうっすよね、もうこの LR ロバートをなんとか頑張って駆使するしかないよね。よしテリー溜まったで、いけるか。テリークリティカルならチャンスはあるか。行く、行くしかない、行こう。まずこれレオナで、ちょい倒します。まずね、ほんならロバートがオズに飛ぶ可能性あるな。どうかな、バーサウルフクリティカルない。ロバート飛んでくれオズに、そしたら倒せるんちゃうか。頼む、前、よし行け、なー待ってくれ、倒して、頼むで、行け、あー行った行った行けた、いけた、これは神回やって。
いやマジ神回やってこれ。水地とオズ相手にねえ、オバートとマキシマで頑張ったでほんま。いやなかなか神回じゃないかな。あの勝ち方しかできないと思うから、水地を復活入れる前にどうにかして倒さないと絶対無理やったから。まあこれマキシマが生き残ってたら結構楽に勝てたと思うけど、そういうわけにいかんからね。やっぱりああするしかなかったけど、なんかいけたな。なかなかね神回やった気がします。じゃあ、最後いきます。チャッキーさん先生取りました。うわこの選択嫌やな。ヘビーディーかすみ、これねかすみにしとこう。まあ防御やっぱ欲しいんでイグニス最後、2台目ですね。 K ダッシュギース、ボーソネス強手、マジかそのコンビ。マジっすか。カメ、トラ、ヘビー、クマ、カスミ仕込んでいくのかイグニスでいくのか。イグニス創生やな。やっぱヘビ、ヘビいける。ヘビ創生、そうやな。クリーズあんま置きたくないけどな。暴走すもんね。やめます。これも創生無理やな。じゃあザキとユリ置いてこういこう。そうそう、これ今日ぐらいなら倒せそうやけどな。どうかな、イグニススキルやから。どう、うわーゼロミリ今日の HP ゼロミリ、マジでユリやられますね。あでもこれヘビリ調整して、そうやな調整、あーもうスキル出てくれって。ここはもうここスキル必要な場面なんやって。今のはヘビリ調整してなんとか暴走を倒しに行きたい。暴走スキルやめてなあ。そうか、霞やな。じゃ一旦霞っすね。一旦霞でもヘビーディー倒せる。あ暴走下げへんやん、マジかよ。うんならもうザキで殴っとこう。でも2体倒したからね、攻撃型をギース、普通のより。さあ八乙女から霞頑張れ。うん霞頑張れ。ガードないか、ギース。まあ、暴走スキル出るんでしょうね。お、出ない。よしよしよし。いいぞ。ギース、邪影剣めっちゃ減ったって。そうなん。じゃもう行こう。全部っぱす。全部っぱ。ここはクリザから行きます。クリザ、イグニス、オロチ。お、2代目倒せるね。2代目ちゃうわ。暴走。ほんで次ネスツ強が出てくる。基本レイジからめまいした、いいよ。あとネスツ強と K ダッシュね、一応あのイグニスおるからこの魂燃焼を解除できるんですけど、いやそれでもやばいか。どうなる。おっとオロチは使える。これは前イグニスか、オロチ使ってる方がいいか。めまいしたけどギースは倒した。え、キャラいたっけ。まだキャラいないね。しかしそうやな、これ K ダッシュゲージ溜まってないか。まだいけるな、基本レイジから。うんこれでイグニスゲージ溜まって打てるね。そうそうそう、よし打てる打てる。よっしゃー下克上ちゃうか、なかなかの。なかなか下克上したんちゃう。暴走と、だって熱出強すからね、相手。まあ、でも暴走がスキル、いいタイミングで出なかったのが良かったかな。2ターン目かな。2ターン目に出なかったのがめちゃくちゃ助かったっすね。あれがスキル出てたら多分負けてるっていうぐらい試合に影響したと思うけど、まあ、なんとかね、勝つことができました。まあ、1戦目、2戦目とね、なかなかいい感じの戦いできたんちゃうかな。ということで、今回この辺りで終わります。ご視聴ありがとうございました。